ジップアフタイク、チャンネル登録者が500万人いったらしいんですけど、何がそんなにいいんですか？じゃあ、皆さんこんにちは。ヨアラキン技術長の石原です。なんかね、ジップアフタイクっていう YouTube チャンネルが、チャンネル登録者が500万人いったらしいんですよ。で、見たことがない方もいらっしゃると思うので、この The First Take っていうのがどういうチャンネルかっていうと、このね、なんか無機質な空間にアーティストがポンって出てきて、で、そこで一発撮りのパフォーマンスを披露するんですね。まあなんだろうな、簡単に言ったら、こう、歌ってみた動画の、なんか本人が歌ってみた一発撮りバージョンみたいな感じのチャンネルなんですよ。で、この The First Take に出てくるアーティストっていうのが、リサだったりとか、夜遊びだったりとか、こうめっちゃ売れてる人たちだったりとか、または大御所、例えば郷ひろみとかがこう出てきてパフォーマンスを披露するんですね。で、この The First Take をバーって見て思ったことがあるんですけども、一人として出てこないんですよ。ジャズミュージシャンが。まあ、ハラミちゃんは出てきたけど。マジで、俺思ったんだけど、本当に一発撮りが生きる音楽って、ジャズだと思うんだよね。ジャズ出せやって話、その本当に一発撮りの良さを視聴者の方に伝えたいんだったら。なぜなら、他のジャンルの音楽って、まあ、特にこういった J-POP みたいなものっていうのは、割と、ファーストテイク、セカンドテイク、内容がガラッて変わることは、そんなないんですよ。でもジャズってアドリブの要素がめっちゃ強いので、テイクによって、内容が、全く違うんですよね。で、この The First Take 調べたら、この運営してる会社っていうのはね、ソニーミュージックなんですよ。で、ソニーミュージックジャズのアーティストもいっぱい出してるので、出そうと思えば多分ジャズのアーティストもこの The First Take に出せると思うんですけど、彼らは出さない。売れてるアーティストだけ、または売れたアーティストだけを出す。で、俺 J-POP だったら、ファーストテイクよりも、どっちかって言ったらベストテイクを聞きたいんですよね。The First Take って中途半端なんですよね。ライブでもないし、またはレコーディングでもないみたいな。で、これね、俺思ったんですけど、この The First Take がなんでここまで伸びたかっていう、この理由っていうのは、歌ってみた動画が伸びたっていうことにあるんじゃないのかなって思うんですよね。で、このコロナ禍においてめっちゃみんな歌ってみたら出したじゃないですか。で、それでめっちゃ伸びた人とかもいると思うんですよね。てかいるんですよね。で、この The First Take どういうことかって言ったら、その本人が歌ってみたっていうのが The First Take で再現されるわけなんですよね。で、これが The First Take のチャンネルなんですけれども、見ていただくとわかると思うんですけど、すごい統一感があるんですよね。で、この統一感っていうのが、独特のこの意識が高い感を出すんですよ。例えば iPhone。そう、iPhone みたいな感じなんですよね。この The First Take のチャンネルの、このデザインの統一感って。で、このデザインって、なんかね、洗練されてておしゃれじゃないですか。うまいこと言えないんですけど、テラスハウス感ありますよね。これを見てると、なんか、俺たちって、すげえおしゃれなもん見てるじゃね？っていう風に思わせてくれる。で、あとはあれですよね。人っていうのは、こっちから調べに行くっていうのは、すごい、こう力を使うので、このとりあえずファーストテイクを登録しておくと、自動的に、こうアーティストが上がってくるわけですよ。今まで気づいてなかったとか、意識を置いてなかったアーティストが上がってくるわけなんですよね。こう YouTube の、こう、なんだろうな、こう、ブラウジング機能っていうか、どんどん関連動画で次の動画見ていくじゃないですか。それと同じなんですよね。そう、だから自分から好きな音楽を探すとか、こういった過去の音源をディグっていく、まあ、掘っていくっていうようなことを、しなくていいから、とりあえずファーストテイクを見ておくと、コスパはいいですよね。今どういうのが流行りの音楽なのかとかっていうのが、受動的にこうね、来るので。で、ファーストテイク見てると、今どういうアーティストが流行りなのかっていうのは、探さなくてもいいじゃないですか。勝手に上がってくるんですよね。受動的に。だからすごく、時間も節約できるんですよね。そういった部分で、こういったね、情報化社会の、現代人に合ったコンテンツ、現代人に即したコンテンツだから受けたんじゃないのかなって僕は思うんですよ。そう。だからこのチャンネルっていうのは、今の時流の、すごく効率的で、コスパがいい、チャンネルだからです。これは、制作サイド、アーティストサイドではなく、聞く側がです。コスパが良くて、効率的に今の流行の音楽をキャッチできるチャンネルだから、このチャンネルっていうのはここまで伸びたんじゃないのかなって僕は思うんです。皆さんは、The First Take の一体何がそんなにいいんですか？何かいい点があったら、ぜひね、コメントで教えてもらいたいんですよね。で、まあ、とにかく、この The First Take のジャズ部門がないので、ジャズミュージシャンが一人として出てきていないので、もう俺やるわ。来週末公開する、The First Take、ジャズ！今回は The First Take のチャンネル登録者が500万人を超えたので、まあそういったことについてお話しさせていただきました。で、来週末に、さっきも言ったように The First Take Jazz ヨアラ研究所バージョンが公開されるので、そちらの方もぜひね、楽しみにしていただけたらと思います。なので、チャンネル登録をしてお待ちいただけると嬉しいです。ヨアラ研究所ではより良いコンテンツを作れるように頑張っていきます。ご視聴ありがとうございました。ヨアラ研究所でした。